い、どうもレンチャンネルです。今日今撮影してるのがもう結構夜中なんですけど、やっていこうかなと思います。もしかしたら風の音入っちゃうかもしれないんですけど、そこはご了承いただければというふうに思います。で、多分この動画が投稿される時っておそらくもう2月に入ってるのかな、多分2月に入ってるぐらいになっちゃうと思うんですけど、まあ本当に冬本番で寒くなってきてると思うんですけど、まあ皆さん体調管理に気をつけてください。まあそんなわけでやっていくんですけど、もう特テーマを発表していくんですけど、今回は見知るの桜井さんのファッションについてのセンス編をやっていこうかなっていうふうに思います。第3弾になるのかな、多分おそらく第3弾になるんだと思うんですけど、まあ今回はセンスの話をしていこうかなっていうふうに思います。で、まあ前回のスパファンの時も言ったんですけど、このセンスもですね、あんまり語ることがないんですよね。一応アルバムごとにやるというふうには言ったのでやるんですけど、ぶっちゃけスパファンセンスって一番取り上げるブランドがなんか少なかったんじゃないかなと思うんですよね。あんまりブランド数も多くないし、あとちょっと僕はブランド名知らないってやつも結構あるんで、一概に全部がこれっていうふうには言えないんですけど、でも取り扱ったブランドで主に軸となってる部分は基本的にものすっげー少ないんで、今回のそのセンスの動画はちょっと短い動画になると思います。まあセンス、まあ皆さんご存知あれですよね、フランシス・モークスですよね。まず一番メインどころは、まあ V ネックのウィングの T シャツとか、ちょっとターコイズブルーっぽいカラーパンツだったりとか、まあその辺が結構有名だったんじゃないかなと思うんですよね。あと雑誌とかで結構フランシス・モークスのチェックシャツとか着てたりとかして、まあその辺がかなり有名だったんじゃないかなと思うんですよね。あとはニール・バレットのジレベストとか、まあこの辺がかなり目立つところだったんじゃないかなと思うんですよね。で、まあアリーナツアーの方の話からちょっとしていくんですけど、まあアリーナツアーで言えば、まあちょっとジャケットは僕ちょっとブランド名は分かんないんですけど、まあ下に着たチェックシャツ、ものすっげーヤフオクで高値で取引されてましたけど、あれはまあアタッチメントのシワ加工のチェックシャツだったんですよね。まあもうこれに関してはもうヤフオクとかメルカリとか散々出てるんで、多分知ってる人たくさんいらっしゃると思うので、今更そんな知らねえよって思うかもしれないですけど、まああれはアタッチメントのシワ加工のチェックシャツだったんですよね。つけてたドット柄のストールに関して言えば、高広宮下ソロイストの、まあ、ストールなんですよね。まあレイヤードストールみたいな感じのストールだったんですよね。まあ、当時僕はこのストールがものすっげー欲しくって、でも定価で買えなくって、なんかヤフオクで買った覚えがありますけど、結局一回もつけなかった気がしますけどまあ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 、その間でなんかこの辺のなんかこのアタッチメントとか、そのソロイストのストールとかシャツとか、まあその辺が結構ヤフオクとかでもかなり高値ついてたんじゃないかなっていうふうに思うんすよね。で、あとはなんかアンコールで着てた堺の T シャツとか結構人気ありましたよね。あのグレーの T シャツ、ポケティみたいなやつもかなり人気あったんじゃないかなと思います。フランシス・モークス以外で話すんだったら、メディアとかで結構 2D ライブっていうブランドのレザー着てたりとかしてたと思うんですよね。で、この 2D ライブに関して言えば、スパファンの時も黄色いレザーとかを M ステで確か着てたと思うんですけど、まあなんか 2D ライブのレザー着てたりとかはしてたのかなって思いますね。あとはライブで言えば、アタッチメントの、まあ、定番のプリムワカットソーの水色を確か着てたじゃないかなと思います。で、あとスタジアムツアーで着てたチェックシャツは、あのスタイリストの酒井さんのオリジナルブランドの、自身のブランドのナナというブランドのチェックシャツだったんですよ、のカスタムだったんですよね。確かあのスワロフスキーを散りばめるのがカスタム仕様になってたんですよね。製品版の方はスワロフスキーついてなくって、その桜井さんが来た時は全部結構スワロフスキーかなりもう散りばめられてたんですよね。確かスタジアムだったと思うんですけど、確か当時結構これもなんか何回も再販してたと思うんですよね。今だともう結構入手できないんじゃないかな。結構オークションとかメルカリとか、まあ、フリマアプリみたいにでもあんまもう見なくなりましたけど、まあそんな感じだったんじゃないかなと思います。まああとはターコイズブルーのパンツもフランシスとモークスのもので、それもカスタム仕様だったんですよね。確かなんかスタッツかなんかついてたっすよね、なんか側面にっていう仕様だったんじゃないかなと思います。まあでも本当に使ってたブランドってこの辺が多かったんじゃないかなと思いますね。この辺が確かちょっと記憶が定かじゃないんですけど、もしかしたらスプリット・ザ・ディファレンスも多分この時期
だったのかな、多分確かこの時期かこの前の年だったと思うんですけど、それで着てた確かニットはトラサルディかなんかのニットでしたよね。その後のツアーで確かジャケットと合わせてカットソー着てたのも確かトラサルディの赤と白のレイヤードの V ネックのやつはトラサルディのカットソーだったと思うんですよね。まあトラサルディっていう、まあ、ハイブラですねの確かレイヤードカットソーだったんじゃないかなと思います。これちょっと間違ったらごめんなさい、確かトラサルディだったと思うんですよ。ただもうこれちょっと探そうと思ってももうちょっと出てこないんで、トラサルディ自体がもう扱ってるお店少ないんでかなりレアなんで、まあトラサルディ自体は普段はなんかかなり大人なブランドすぎちゃって、多分国内あんま取り扱ってるお店今もうないと思うんで、ちょっと定かじゃないですけど確かトラサルディの V ネックだったんじゃないかなと思います。まあスプリッツ・ザ・ディファレンスはちょっと今回このアルバムの話ってわけじゃないので、ちょっとここで取り上げるのはちょっと微妙かなとは思うんですけど、まあでも堺とか使ってたりとかしてましたけど、結局は結構かなりフランシス・トモークス色が強い、まあアルバムの時期だったんじゃないかなと思うんですよね。この後のブラッド・オレンジから多分ちょこちょこ変わってくるんですけど、そのフランシス・トモークス依存がちょっと減ってくると思うんですけど、まあでもこの辺はまだ全開でフランシス・トモークスだったんだと思いますね。確かバンクバンドも確かそうですから、なのでなんかこの時期は結構こうまだフランシス・トモークスで本当語るとこあんまないんですよね。今回この動画を作るにあたってあんまり喋ることがなくってちょっと困ったなと思ったんですけど、一応そのアルバムごとにやるって言ってやっぱ順を追ってやっていかなきゃと思ったんで、まあちょっと動画にはしたんですけど、本当に今回もうこんなもんなんですよ。あの僕の知ってる限りの情報で言えばです。でアクセとかその辺はまた後に出すって言ったので、あの今回はここではちょっと取り上げないんですけど、でもそんな感じだったと思います。まあなんかそのファッションとしてはちょっと面白みがないというか、なんかいろんなブランドいっぱい散りばめてるわけじゃないからちょっと面白みがないんですけど、ライブはすごい良かったんですけどね。ちょっと洋服は本当フランシス・トモークス全盛で使ってる時期のものなんであんま語るとこなくて面白くないかなと思うんですけど、でもこんな感じだったと思います。この時期とかこのもうちょい後とかはかなりフランシス・トモークスに偏って依存してたんで、本当なんか紹介するのもなんかちょっとためらうようなラインナップだったりしてたんで、ちょっと悩むとこだったんですけど、まあそんな感じかなとは思うんですよね。まあこんな感じです。今回の動画こんなもんで終わりなんですけど、まあちょっとまたいつも通りこの辺に今名前出したブランド出てると思うんですけど、本当ブランドがすっげー少なくって、今回ちょっとボリューム的にも内容的にもちょっと申し訳ないんですけど、改めて調べたりとか僕も DVD 見たりとかしたんですけど、ちょっと紹介するとこが少ないなっていう風に思ったんすよね。なのでちょっと今回は本当見どころが少なくてちょっと申し訳ないなと思うんですけど、一応そんな感じの、まあセンスはそんな感じなのかなっていう風に思います。ちょっとね、まあそのアルバムごとにやるって言ってどうしてもブランドの語りがあるとかそういうのはしょうがないのかなとは思うんですけど、一応なんかアルバムごとに一通りやりたいなと思ったんで、今回一応センスの動画も作ってみました。もしなんか気になるブランドだったらね、ちょっとまた概要欄の方に名前出したブランド全部貼っとくんで、まあ、検索とかしてもらえればいいんじゃないかなと思います。でこの頃になるとちょっとのりこ池の V ネックを使ったかどうかはちょっと微妙に定かじゃないんで、あののりこ池使ってたっていう風にはちょっと言えないんですけど、ただちょっとアリーナで使ってた白い V ネックはのりこ池っぽいなとは思うんですけど、その辺わかんないですけど、形は結構のりこ池にかなり酷似してますけど、ちょっとその辺は定かじゃないです。今からじゃもう確認取れないんでね、いかんせん古いんでね、もう10年前まではいかないと思いますけど、もうかなり前のアルバムなのでちょっとわかんないですけど、まあそんな感じだったんじゃないかなと思います。まあこの頃はもうリチウムもあんま使わなくなってますよね確か。まあセンスはまあそんな感じかなっていうふうに思います。本当内容なくて申し訳ないんですけど、内容や前に多分最初の方の動画とかでも説明したと思うんですけど、内容が薄いとこと濃いところとかあったりすると思うんで、どうしても偏っちゃうんですけど、ちょっとそこは申し訳ないなとは思うんですけど、まあセンスはこんな感じかなっていう感じです。まあちょっと気になるもあったらさっきも言ったんですけど、概要欄からブランド名見てもらってちょっと調べてもらえればと思います。使ってたフランシス・トモークス系はなんか今でもなんかヤフオフとかで買えそうですけど、他のもんはちょっとあんまりもう入手がかなり難しい気がするんで、
根拠よく探せばもしかしたらあるかもしれないですけど、ちょっとすぐ手に入るかって言ったらちょっと微妙かもしれないですね。まあもし気になる方いらっしゃったらちょっと概要欄に貼ってあるんで調べてもらえればなっていうふうに思います。あと今までやってきた桜井さんのファッションについてみたいな動画の再生リスト作ったんで、再生リスト貼っとくんで気になるとこ見てもらえればっていうふうに思います。まあ今回はそんな感じで終わりにしようかなと思います。で来週はちょっとアルバムから一旦離れてちょっとパンクバンド少しやろうかなって思ってるので、ちょっとパンクバンドの話を来週はやろうかなっていうふうに思ってます。まあそんな感じで今回は終わりにしようかなと思います。でいつもお願いしてるんですけど、グッドボタンのチャンネル登録よろしくお願いします。今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you